ましたよね、めっちゃ。ありがとうございました。めっちゃ呼ばれてる、しかしげさん。しかしげさん。こんにちは。やばい、靴の色がなさすぎる、あまりにも。一緒なんか白ピンクみたいな。見てください、すごくないですか。お前は撮った。なんかすごい。撮った。第二になった正統が。カニのボール、そう、めっちゃかけにくいけど。カスカスで。でも全然綺麗ですよ。いける、うん、重くないんですかこれ。重い。弥生さんのペンです。重くないんです。重い。重い。多かった。すごい声出た。ごめんなさい。もう一個、あ、もう一個あるで。え、あ、掘りますか？もう事故してるから。事故りまくり。やばい、下からアングルめちゃくちゃ。ちょっと待ってくださいね。一回で。一旦。映像が乱れました。失礼いたしました。あ、めちゃくちゃ。失礼いたしました。失礼いたしました。わかったんで暴れてます、すいません。わかったんで失礼しました。イエーイ。こんにちは。インスタいつも見てます。ありがとうございます。見てください。よく写真と雰囲気違うねって言われます。そうですか。え、なんかもっとお姉さん系かと思った。ああ確かに。なんか音んなんでもそれがあれですけどね、ギャップ萌えですけどね。え、それやったらいつも弥生さん思ってたのと違うなとか思われたりちょっと。え、でもなんかもっとなんか物静かな方やと思ってました。意外と破天荒な天然キャラでした。さっきコメントで若田弥生ちゃん似てきた。え、でもあの同じ雰囲気を感じること多いです、うん、なんかわかる。なんかつい、うん、あーよくあのなんか慌ててるますよね、うん、リハーサルの時もだいたい私慌ててる時なんか弥生さんいる。え、ちょっと待ってみたいな。よく言って、ね、うん、若ちゃんも物静かだと思ってた、よく言われます。確かにね、私も友達とかに第一印象と違うってよく言われます。今日の夜公演を見るために東京から来ました。弥生ちゃん推しです。ちょっと待って、ごめんなさい、夜公演待ってたんです。やめてない。ちょっと待って。弥生さんも実はお寺だった。お寺の皆さんなんです。東京から来てくれたのにお寺見るのかな。お寺なの。めっちゃおもろい。昼公演のブチブチがやったらいいんだけど。ちょっとどうしようかな。ワテラさん楽しみですね。ワテラに加入するしかない。なんかソファー役とかなんか椅子役とかで出ますね。土台になって。出ようかな。ドタバタコンビです。ドタバタです。 B2 のドタバタキャラ。下っ端ドタバタキャラ。ドタバタキャラです。出るしかないか。今日の髪型。今日はね、こんな感じです。レイヤーヘアですね。いや、片方だけハーフハーフツインにしてたんですけど、うん、下ろしてしまいました。え、そうですよね。なんかさっき、あれ弥生さんツインテールやったっけって反省会の時に、あの適当にくくったツインです。かわっちいです。昼公演見に来たらしい。よかった、うん、よかった、楽しかったです。よかった。見えないものが見えてるのかもね。よかった、夜公演。今日はね、なんか昼公演だけっていうの珍しすぎて、うん、外出たらかわいい明るいの。マテラだ、マテラ。楽しみですね。楽しみ。GMM配信ありますよね。え、あるっぽいな、うん、見よう。みんな勝利だ。だからテンション上がらん。なんかいつもと違う、ね、ちょっとドキドキ感。
ありますね。どんな感じなのか、昼公演だけっていうのがあまりないか、うん、まだ明るいですもんね、ちょっと出たら。なあ、いつも真っ暗やのに。そのまま劇場で見たらって、確かに、確かに、もうこのまま夜まで寝る。でもそうね、なんか言おうとしたよね。確かに休みの日に公演が1回って珍しい、うん、あ、そうですよ、裏なんばちゃんで今から赤組がバーベキュー、悔しいね、しはりね、悔しいですね、私たちもお肉食べたかったですよね、ピンク組特権で食べれたらよかったんですけど ね、こっそり行きたかったな、明日から、そう、明日からね、なんばらウィークなんですよ、皆さん、なんばら、なんばら、え、何日出ますか？16、明日？あ、一緒です、私も16です、16だけ、16だけコンビ、16だけコンビ16だけ出ます、コンビです、16だけ。でも皆さん平日もね、ぜひ、なんか日替わり企画とか投資企画とかあるんで、なんか楽しそうなのがいっぱい ね、 ね、私がファンの皆さんやったら全日行きたいですね。とファンが言ってるから、ね、はい、なんでぜひ皆さん来るべきです、来る価値ありありですよ。平日弥生がね出ない日でも行ったらめっちゃ得なことがあるかもしれないので、うん、ちょっと行ってみてください。確かに、あのこの前のアミさんみたいに変装してバーベキュー行きますか？帽子かぶって、え、あれ気づかなかったですか？全然気づかなかった、すごい、え、めっちゃ喋ってって、しかもよく聞いたら普通にスタッフさんとの会話をしてたんですよ、うん、めっちゃ 変な人やってなんかほんまにあのお肉はマコが、うん、結構1パックぐらいかな、うん、全部アミに並べて、うん、もういっぱいやったのに、うん、そのなんか火ないところにめっちゃお肉並べてきはってスタッフさんがあ、もうなんか結構乗ってるんでみたいな、あ、私の大丈夫ですみたいな言ったら、それがアミちゃんめっちゃおもろめっちゃ会話してたわ。やっぱ気づかないですよね、まさか、気づかん、どっきり誰も気づいてなかったから、ちょっと反省ですね。確かにお肉食べてましたもんね、アミさん、スタッフさんやけど、うん、確かに、ね、普通のスタッフさんやったら、うん、ないこと、おもろい、え、一人ですいかわりそう、一人ですいかわりしてたなんか見ました、アミさんの、めっちゃ怖かしかもなんかクーラーない部屋でなんかめっちゃ暑いながら部屋の中で、すぎる行動力、うん、乾杯ですねあ、はい、はい、配信中です、ちげさん、まあ、ちげさんの顔気まずそうな顔してました、ね、さっきドア開いててさ、閉めたら、あ、今配信してる、あ、それはやばいなめっちゃ喋るやん配信してるって分かってからめっちゃ喋るやん近関さんは妖精さんですから、この劇場の唯一あの男の人の声が入ってもバンバンされない人は確かに近関さん、近関さん出たがりやから近重さんね、出たがりらしい、あやかが嬉しそうですもんね、なんかそうそうそう、近重さんって呼んだ、配信やってるみたいな人気やな、ファンの人もステージの幕を開けてくれる人、そうですそうです、たまに間違える、たまに間違えるんですバッと開いて、あ、開いた開いたやりますいろんな公演をねやってるからね、近重さんは、わかんなくなっちゃうから、すごっちゃになっちゃうから、後半はこの曲からです、パッ
は舞台袖でノリノリやったねって、え、見えてるんですか、どういうこと、どういうこと、舞台袖、え、ファン、え、舞台袖まくって自動じゃないんだ、自動じゃないですよ、手動ですよ、自分で開けて入るもんだ、ね、パッて開けて、え、金子さんって生誕ってやったんですか、え、なんか金子さんの生誕ティーやるから近重さんの生誕ティー持って、えー、金子さんの生誕ティーやるんやめっちゃおもろい、知らんかった、え、なんかさ、うん、あの密着10期生密着でさ、うん、金あのみんなメンバーの横にさ年齢カッコでつけてるやん、うん、金子さんの横にも年齢カッコでつけてる、金子さん56何話ですか、何話やろ、めっちゃおもろい、合格っていうのかな、なんかほんまになんかやばい、しんない、なんとか積もたより19みたいな、金子さん56え、あーおもろすぎる、あー面白いですね、うん、うん、合格発表の時見よう、おもろすぎる、近重さん何歳なんですかね、近重さんの年齢知ってますか、ええ、40代次こっち来たら聞きましょう、近重さん何歳ですか、待って、なんで皆さん、え、あれとか予想ですか、予想、なんか知ってるみたいな感じで流れてくるんですよ、誕生日8月6日え、そんな覚えてる、なんでメンバーでも危うい、その辺になったら誰かが言い始めてお祝いするみたいな感じ、わ、こんな時に限って戻ってくる、ね、永遠の18歳、18は厳しいでしょう、近重さんってさ、うん、めっちゃマスクしてたら若く見えへん確かにここだけ見たら、ね、なんか少年みたいな、おらんところでめっちゃめっちゃ失礼、近重さん、お疲れ様さん来ないな、35歳、嘘、いや私の予想は48とか47、あ、近重さん、近重さん何歳ですか、ヨロです、ヨロヨロやった、ヨロでした、盛り上げようとしてくれた、ヨロですめっちゃおもろい、ヨロヨロでした、ちょっとカオモロスキル近重さん、やばい、面白いあ、そうや、青いレモンの季節の少年役近重さんやばい、あれもう少年じゃなくてみたいおじさんヒゲ濃すぎ、まず見たい、ヨロです、ちょっともう一回やったね、見返そう、ちょっとほんまにおもろすぎるヨロ祭ちょっとさすが、さすがヨロで、ヨロだけ言って去っていきました、近重さんの下の名前は光弘さんですめっちゃバラすやん、こよりんが光弘さん言ってるから言ってる、いつの間にか風資源になってしまう、すごい、なんで知ってるんですか、皆さん、めっちゃ詳しい、他のメンバーさん言ってたんですか、あきら先生のこととかもめっちゃ知ってる、うん、すごい、なんか私たちより知ってる、なんかお母さんがライブ会場にいて、あきら先生がいたって、うん、そしたらなんかファンの人が、あきら先生後でサインくださいみたいな言ってはったよって言ってました、めっちゃおもろい、あきら先生のなんか、うん、あの握手会場かなんかライブ会場かな、うん、あのあきら先生とツーショット撮るためにめちゃくちゃ列ができてるみたいな、私らよりアイドル、写真見せてもらいました、すごい大人気、大人気、でもなんか初めセレクション、うん、で初めてあきら先生見た時に、うん、うわ本物やって思いませんでした、なんかおーって思った、ね、オーラがやっぱそうなんよ、大人気、あの棋聖さんの密着とか見てたから、うん、本物やって
メンバーさんと同じ感覚でなりましたね。焼肉配信始まった。始まったか。じゃあそろそろ読みたいと思います。15分経ってたのかな。今経ちましたで出ました私。じゃあどっかに経ってた。13位。かえちゃんくまありがとう。ちっちゃんくまありがとう。ありがとうくま。ありがとうくま。あずちゃんありがとう。10位カルちゃん、13位チョチヨさんありがとうございます。12位クニちゃんありがとうございます。11位スーパーサブさんありがとうございます。10位高政さんありがとうございます。9位ゴットちゃんありがとうございます。8位の春しんのすけのすけさんありがとうございます。7位11位ありがとうございます。6位坂口ちゃんありがとうございます。5位瀬戸氏さんありがとうございます。4位なおくんありがとうございます。3位楓ちゃんありがとうございます。第2位ケンちゃんありがとうございます。そして第1位はルルルルドゥンチョちゃんありがとうございます。2位ゆうくんありがとう。皆さんありがとうございました。じゃあ裏ナンバちゃんのバーベキュー配信とあのワテラのワテラの皆さんの冠ライブ見てくださいね。ありがとうございます。あのイベントのお支払い期限今日の11時59分までなのでお忘れなく。ではではまた会いましょう。